はい、おはようございます。おはようございます。本日は丸一さんの G54 巻ですね。圧巻巻って呼ばれる配巻なんですけども、これを加工するっていう、まあ加工といっても、まあ、切るだけなんだけども、それに必要なもの、よいしょ、まあみんなあのベビさんとかそういうのを考えるんでしょうけども、こいつですね。ちょっと名前入っちゃってるんだけど、今回はこのマキタの、よいしょ、見えるか、PB180D、 こいつをちょっと使ってみようかなと思います。で、これね、前々から出てるやつなんだよね。確かに何年前だったかな、ちょっと覚えてないんだけども、その時にここがね、この切り、ここの間が結構でかい、最大級にでかいよっていう風な触れ込みで出たんですよ。だいたい120あるんですね。120あって、まあなんつったらいいんだろうな、まあ、最大級に大きいやつですっていうので巻き立てたんでね。で、これね、台座付きのやつとか 100V で使うやつもあったりするんだけども、それの台座はね、組み込めるかって言ったら組み込めないタイプの、本当にハンディで使うタイプのやつなんですね。で、これちょっとまあただ切るだけなんで何とも言えないですけど、まあステンレスだったりとか書いてあるんだけども、ダイヤルで樹脂系が 1,2,3,4 で、でステンレス炭素鋼って書いてあるね。で5,6でまあ使えますよと。ここにスピードダイヤルがついてます。よいしょ、もう全然使ってないこんなの。よいしょ、なんか買った。スピードダイヤルがついてて、スピードダイヤルがついてて、で大丈夫か、回してみると、これが1の状態で、すんごい遅い。でマックスにすると結構早いね。ただまあ電気屋さんとかでよく使うのって、この 5,6 あたりをまあ使うのかなと。であと薄いやつはまあ速度を遅くして、もう厚いやつはまあ本当に 5,6 番あたりの速さで使ってくださいっていうような感じになるんですね。でこれのいいところって、ここにLED のライトがついてる。LED のライトがついてて、まあ手元も結構明るく見やすいところ。見える。まあ切り口切るところなんかはよくその LED のライトで照らせるよっていうような感じかな。であと、よいしょ。よいしょ。まあ、こんな感じの中身になっていて、で、よいしょ、ここの部分のハンドルを緩めると、よいしょ、刃を交換できる。あんまり触りたくないんだけど、もうここからどこだっけ、バッテリー、バイーンって取れるわけだ。一応ロック着とこう。そうっすね。危ねえかんね。さすがにちょっと見てて怖い。うん、嫌だよね。俺もなんか今勢いでやってるからね。っていうような感じになるね。なんかね、一応バンドソーの刃はアマゾンとかでもなんか出てるらしいんだけども、基本的に俺はこうマキタさんの刃しか使ってない。まあ理由はいろいろあるんだけど、やっぱり純正品の方がいいです。で、こいつの刃はこれかな、ポータブルバンドソー用のブレード、1140-13-0.5 は、まあ、これを、まあ、使ってるというか、まあ、これを最初に買ってまだ全然使ってないからか、
この間1本打ち切ったぐらいで、まだ全然交換っていうか、まあこれほんと新品だよね。で今回は何をするか、刃が全然入らないんですけど、刃のねセットするとき見えるかな、ここのさ、ここの部分に、このなんていうの、ローラーの間のところに入れて、それからこう沿わしていくような感じにして、こんな上で、あとは裏のハンドル、ここだね、このハンドルをギュッと、よいしょ、締め上げればちゃんと入ると。このホイールって言ったらいいのかな、これがこうギュンとこっちに来ることによって締まるような形になっている。で、あとは試運転、まあ、ちゃんとしっかり回ってくれてるっていうのを確認できたら OK かなと。じゃあちょっとこれ丸一の G54、 これね2本いっぺんに切れるのかだよねっていうようなところで、ちょっとこれだけスパンと切って、まあ、あとはバンドソーって言ったら本当に何だろう、切断能力ぐらいしかないんだろうけども、まあ今現場最近あれだからね、いろんなところもそう、いろんなとこ行くけども火花出すなとかいろいろ言われてるからね。昔は高速カッターっていうのでこう火花バンバン散らしながら、まあこういう金属物切ってたりしたんだけど、あの火花出すなっていうのがもう最近多くなってきたもんだから、こういうのがねやっぱり活躍するのかなというふうな感じに見て取れたんで、まあ、実際にちょっと切ってみてどうなのかなというようなところで、で G542 本並べて取ろうとすると結構余裕があるか、結構いっぱいいっぱいだよね、120で。ちょっと一回切ってみよう。結構いっぱいいっぱいだね。もうなかなか。でこれさ、力入れないでこいつの自重だけで落っことしてってんだよね。綺麗いいよね。どう？綺麗ですね。うん。あ、ちょっとタイマーかなんか入れられるんだったら入れといてもらって、編集さん頑張ってもらって。もう一回いくよ。いいやね、切れ口もなかなか、やっぱりバンドソー綺麗だな。でこれ、これね油ない
でこれ何使うのっていう話なんだろうけど、こういう金属物を切るときなんかにこうやってそうすると刃のダメージもそんなに入らないし、まあ、入らないって言ったらおかしな言い方になっちゃうんだけど、こうやって刃を大事にしましょうと、そんなに抵抗も増えずにいけるっていうふうに一応教わってるからちょっとつけたので、こんな感じやね。よいしょ。とまあね、ちょっとまあバンドソーこいつをまあただ使ってるだけになっちゃうんですけども、なんだろうな、結構最近ね、本当に火気厳禁っていうとまあ聞こえはいいんだろうけども、今までそのベビさんとかそういうのを使った職人さんとかからするとね、じゃあバンドソー買わなきゃいけないのっていうような話になっちゃうと思うんだけど、まあこういう風な使い方ができますよと。で結構持った感じね、この子ね重たいのよ、すごい3-4キロぐらいあるのかな。一応ちょっとカタログスペックはちょっとこの辺かこの辺かどっかに出してもらうような感じになっちゃうと思うんだけども、まあ一家に一台じゃないけどやっぱ持っといた方がいいなっていうふうに思うかな。やっぱり火花出すとね、どうしても火花出しましたっていうと1時間ぐらいにやっぱね、現場監督さんそこに残ってなきゃいけないとかっていうのがあったりするんだよね。出荷しないかどうかとか最終的にそれをチェックしてそれから帰るとかっていう、まあ、時間的な損失っていうのも出ちゃうんで、まあこういうのをねぜひまあ現場レベルで買うなり、まあ職人さんやっぱ持ち歩いておいた方がね、まあ、持ってた方がまあいいのかなっていうような感じでね、ちょっと参考になるかどうか分かんないですけども、参考になればなというような感じで動画作らせていただきました。じゃあお疲れ様です。